今日はもう変えない、今日はもう抜かないけども、また別の日にホイールを抜きます。それでは、一度下ろします、車を下ろします。 OK。はい、あれから一度走ってみたんですけども、変速ショックがマイルドになってなかなかカードが挿入されていません。なかなか良くなったと思います。それではですね、さらに作業を進めたいと思います。だいたいね、一回抜くでしょう、 50% 出てくるとするじゃないですか。ほなら新しいオイルを入れる、ほなら半分 50% もちろん入れ替わりますわね。で、もう一回抜くでしょう。で、もう一回入れるという作業をすると、よく混ぜてね。ほなら、50% のさらに 50% 入れ替わるから、まあ 75% は入れ替わったであろうと。まあこんな感じなんですよね。さて、作業を進めてまいります。はい、2回目。抜いていきまーす。よっ。一度閉めまーす。はい、まだまだ黒いですね。なんかなんか固形物が出てきたように思うんやけど、交換してよかったかも。はい、さらにオイルパンを外していきます。いつまでも垂れてくるオイル。上の方はほら、見た感じは綺麗に見えます。はい、オイル結構抜いたのに結構出てくるのね。これがほら、やっぱりこう鉄粉みたいなのがたくさん混じってるように見えます。よっ、結構出てきます。まあこれでまあ8割以上交換できるだろうと、こういうことです。うん、うん、あ、特にそんなに固形物は見当たりません。はい、そしてこれ、磁石に鉄粉がたっぷり。はい、これをきれいにして、オイルパンもきれいにして用意します。はい、さらにストレーナーも取り外してみます。
ここにオーリング。オーリング交換します。はい、新しいオーリングです。はい、オーリングがうまくはまりました。内側に溝があってオーリングをはめにくいです。はい、新しいストレーナーを取り付けます。取り付きました。はい、閉まりました。はい、あとはオイルを入れるだけです。よいしょ。注入。それではちょっと試運転してみます。はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。うん、ええ感じ。4速きちっと切り替わる。でも、1回変えた時とあんまり変わらない。あんまり変わらないね。なんか違いがわからない。でも、これで、まあしばらくは、当分は、まあしばらく、当分は安心。カードが挿入されていません。はいはい。まあ、当分は安心でしょう。というわけで、作業は終了。はい、それではですね、せっかくですんで、外したストレーナー、これを切り開いてみたいと思います。気になるでしょう。よし、やってみましょう。
よし、これがめくれるか。破れてしもたけども、うん、まあ、この辺に鉄粉がやっぱり端っこの方に鉄粉がなんか積もってますね。でもまあ、詰まるほどではないみたいな感じ。こんなほら、こんなん鉄粉っすよ。ほら。鉄粉が。あ、これ、これ。よく鉄粉が見える、分かりにくい。あ、ちょっと分かるか。あ、鉄粉だらけ。まあ詰まるほどではないけども、これ結構メッシュが細かいんで、やっぱこう鉄粉がかなり取れてる印象ですね。なるほどなるほど。ほら、こういうとこ隅っこにはやっぱこう鉄粉が積もった感じになってる。ほら、これ鉄粉ですよ。まあでも詰まるほどではないっていう感じだね。これまあでも詰まっちゃうと、もうあの車走行には影響が出ますんでね。もちろん詰まってないことはもう走ってる時点で集まってはないということなんですけどね。まあまあ変えてよかったでしょうね、今回はね。結構鉄粉がついてました。はい、以上でございます。はい、今回のどうかな、サムネイルにいかが、今回の、鉄粉はいかがだったでしょうか。今回の鉄粉はいかがだったでしょうか。高評価、低評価、もしくはチャンネル登録、むちゃむちゃやな、むちゃむちゃやなよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。パカーパカー、さようなら、よろしく。RBS